はい、どうもトコビッチです。まずですね、クベタスイング練習をしてから永井さんとですね、シングル2セットをやりました。ご覧ください。はい、お願いします。お願いします。今日のテーマなんですけど、私はずっと仕事終わってから壁打ちもしてまして、まあクォータースイングって言いましょうか、まあ、海内スイングですね。それでまあクルリンパと、まあ、右側処理ができてればいいなっていうところで、動画を通してみたいな。実際まあ試合結果も大事ですけど、ちょっとその辺のまだね、クルリンパもそうだし、まだなかなか治ってません。で、何でいきましょう。試合やっぱり今日はフォアのやっぱり回線のところですね、うん、そこを意識するのと、あとまあ試合やってる時はやっぱりクロスを取りたっていう、はい、きちっと打てるように、はい、そこを中心に取る、うん、まあ多分永井さんのおっしゃりたいその回線っていうのは、ちょっとこの手振りじゃなくてしっかりこう腕を回していくっていう、まあ大まかに言ったらそういうイメージだと思います。はい、じゃあお願いします。よいしょ、スムースです、はい、じゃあサーブできます。はい、はい、お願いします。はい、それでは私の方からね、サーブで始まりました。フォアがない。あと忘れてました、今日は久保田さんのスプリットステップをやめます。あ、そうですね、今まあ話した通り、まあ、久保田コーチはですねスプリットステップをしないと。まあその多分どうなんでしょうね、スプリットステップが悪いとかじゃなくて、スプリットステップのタイミングが悪い人が多いから、どうせならスプリットしなステップをしない方がしなくてもいいっていう解釈なんだと思いますけれどもでも私はやっぱりスプリットステップは必要かなとは思ってますけどね。まあ、正直その試合中っていうのは私はですね、多分そのクボタスイングの形にはなかなか私の場合はならないのかなとは思ってます。で私自身のそのスイングのゴールも決してそのクボタスイング、まあクボタコーチのスイングがまあ最終っていうよりも、どちらかというとスキテニスさんのね、スイングのようなのを最終目標として、います。まあ、今時点でですけどね、なかなかね、うまくいきませんわ。まあ、正直クルリンパしてますね。そのテイクバックの時に海外してなくても、バックスイング完了から何ですか、クルリンパしちゃうんですよ。海外作用そのつもりないんですけどね。その辺がそのクボタスイングを練習習得することによって抑えたいんですがね。今もそうですよね、クルリンパなんでしちゃうんだろうな、これ癖なんだろうな。その切り返し作用でヘッドが後ろに行くっていうこと自体の作用は私なんですか、必要なことだとは思ってるんですよ。だけどそのクルリンパが必要ないと思ってるんですよね。でもなぜそのクルリンパをしたがるのかって言いましょうかね。
要は手首をブルーンとこう海外ですか、海外に、親指を外側に回したくなるスイングをしたいんですよね。したいんですよってしたくないんだけどなっちゃってるんだよな。で、試合の時にはですね、まあできるだけそのクボタスイングっていうことは考えずに、やっていくつもりです。なんですか、クボタスイングすることがゴールではないので、なんでなんていうんですか、クボタスイングの基礎たるものをその試合中にその、やることっていうのは、私の中ではねちょっと考えられないんだよな、なかなかな。いろんなことしなきゃいけないんで、いろんなスイングする必要もあると思ってますので、ラリーの時なんか、ラリー練習の時なんかはね、クボタスイングの練習っていうのは何ですか、ある意味必要だとは思うんですが、前後左右、速い球、遅い球、ね、いろんな種類のボールなんか来てる時に、やっぱり基本的にはまあインパクト中心っていうことにはなるとは思います。あと自分のスイングっていうのを理解したいと思いますね。ただ薄グリ、そのイースタングリップだとは思うんですが、その面の捉え方っていうのは少しずつ分かってきたような気はしてます。逆に今ですね、ウエスタングリップで打とうと思ったらうまく いかなくなってきました。なんかそのぐらい違いますね。ただどうかな、私とすればフォアのスイング自体はいいのか悪いのか分かりませんわ。ただその自分としてはボレーがなんかそのフォアボレーですか、フォアボレーの感覚はやっぱりほぼね握りが一緒なもんですから、感覚は良くなってきてるような気はします。だからタッチですよね、タッチ技がその薄い握りにすることによって、上手くなるような気はしてる途中ですけどね。あと今のように、まあ今アウトでしたけれども、その薄いそのグリップでもしっかりこうムーンボールみたいなのを打てるようにはなりたいですね。こういうボールですね、フラットっぽいボールだけではなくですね、そういう練習も、合わせてやっていきたいと思います。まあ今の途中でね、ゲームカウントって言いましょうか、言っては面白みないのかもしれませんけど、実際1セット目は私3-6で負けたんです。で2セット目が6-4で取り返しましたが、なかなかね、やっぱりフォアですわ正直。ただ私の場合はそのフォアもそのウエスタンの握りの時も調子良くなかったので、薄いグリップにしたからだ、フォアが悪くなったっていうわけではないと思います。まあ決してね、そのじゃあフォアがその どう悪かったんだっていうのもないんですけどね、振り切れなかったっていうところはあったのかな。ボレー大事ですね。
ボレー、スライスも大事ですね。私ねフォアなんか本当つなぎでいいなと思ってるんですけどね、決めボールっていうのはもうその一番最後でいいと思ってるんですわ。とにかくフォアはつなぎ、逆にあのバックの方が攻撃的に、行ってほしいところはありますね。まあ永井さんもまあフォースダウンス理論同じ A2 っていうことなんですが、なんかねあのスイングが似てるんだよな。永井さんもちょっとクルリンパしたり、そのインパクトからフォロースルーにかけてちょっとあの海外っぽくなってたりとかね、そのまま海内しないでフォロースルーで終わったりっていうところが結構ね私と同じだったりするんですよね。まあそれがそのフォースタンスで似てるとかっていうだけじゃないとは思うんですがね。だから私はあのとりあえず今薄栗にしてますが、じゃあ皆さんに薄栗をあのなんていうんですか進めるかって言ったら、私は本当わかりませんね。本当好きなグリップがいいかと思いますわ本当に。なんかも実際クルリンパしてるんですよ。あのバックスイング完了してからクルリンパタイプなんだよな多分な。私はな初めから回る時もあるんだけど、これですねあのクルリンパをしないで試合しろって言ったら多分できるんですわ私。じゃあやれよってなりますけど、ただあのそれだとなんて言うんでしょうね、あの無意識な状態でそのクルリンパをなくしてこそなんで、あのなんて言ったらいいですかね、その久保田スイングを通して無意識にその前腕ロックがね力の抜いた状態で前腕ロックがしっかりできてればいいんですけれども、なかなかこれはね時間かかりそうですね。あと今年はあの何ですかこの辺のスイングがしっかりするまであの試合は不参加でいきたいと思います。公式のあの大会はまあ次はですね5月の7日かな、7日土曜日に上越オープンというあの45歳以上の部の大会があるんですが、そこには私ちょっと今回は不参加で応援に行きたいと思ってます。スプリットステップをしないっていうのもあの確かにあの疲れないは疲れないんですけども、何かやっぱりリズムが乗らないっていうかね、それはありますね。まあ、この辺もスプリットステップしたりしなかったりっていう練習はしたいと思います。最終的にあのもう少しあの時間は欲しいとこですね。自分がやっぱりどちらの方がいいのか、まあ、スキテニスさんとかもあのスプリットステップしてますしね、まあ、あと私はそのやっぱり体を開きたいタイプっていうところもあるので、なかなかね久保田スイングの 100% マスターっていうのはもう私自身の体は非常に厳しいとは思ってるんですが、まあとにかく右側処理、ね、クルリンパ、まあ、その辺を直していけたらと思うんですが、まあ、いろんなその久保田スイングの利用の仕方ってあると思うんですが、私みたいなあのタイプもいるみたいですけどね。要は
クボタスイング練習してるけども、そのクボタスイングっぽくないスイングになってますって人は結構あのいるみたいですよ。私はあのちょっとツイッターとかで、何ですか、質問したことあったんですが、私もクボタスイングやってます、でも実際は全然なってませんけどみたいな、参考にしてますっていう人は結構いました、実際。私もその程度なんですけどね。それだとね、またあのダメだってあのおっしゃられる人がいるんでね、あのあまりそこはあまり強く言わないようにはあのするつもりです。クボタスイングは 100% できないとクボタスイングじゃないって方が結構いますんでね。まあね、ヒラ君がまあクボタスイングを、まあ、卒業とまで言わないにせよ、まあ、クボタスイングっていうものからね、絶対心ってよく言ってますけど、あのフェデラーのね、スイングをまあ真似したいっていうことなんでしょうかね。ただどうなんでしょうね。私なんかはその正直失礼な話、あのフェデラーファンではないので、ただフェデラーのスイングはすごくあの綺麗だと思います。だから私現実的にはあのスキテニスさんですかね、スキテニスさんのやっぱりスイングっていうのが理想ですね。もちろんスキテニスさんのあのスイング 100% できるわけはないですけども、非常にあの綺麗なスイングに見えますし、そのじゃあラケットの後方なんかもあのぐらいの感じですごくいいなと思いますし、久保田コーチとは違いますよね。結構そういう方おられるんじゃないですかね。久保田スイング経由のスキテニさん理想っていう感じのスイングですよね。私もね最近スキテニさんの、まあ、今までねあんまりあの久保田テニスも私1回コメントしたことあったかな、入れたことあったかな、まあ、基本ねスキテニさんと、まあ、久保田コーチのにはあのコメントはしないでいたんですけど、最近怖いよとかドンさんとかのところにね合わせてコメントさせてもらってますが、基本ね久保田テニス教室の方には私はコメントしないようにはするつもりです。まあ私の場合はねまあ一生懸命やってるつもりなんですが、ちょっとふざけて見えるところもあるらしく、ちょっとバカにしてるんじゃないかみたいな方もいるみたいなんですが、私はそんなことないんですけどね。ただその YouTube 自体はね面白くこう発信したいもんですから、多少ねちょっとふざけたように見られるかもしれませんが、私自身はね一生懸命やってるつもりなんですけどね。たまにね沼木チャンネルなんかにもねコメントたまにすることありますが、沼木さんもねなかなか面白いですね。彼はにはねアドバイスいらないと思うんですよね。彼も好きなようにやって、でも私はやはり彼にねちょっと普通の久保田愛好者の皆さんと違うところが、本当自分の思いをそのまま喋ってくれるので非常に面白いです私は。まあだいぶ苦労したと思いますよ沼木さんもね。まあ沼木さんもね実際私と一緒で、じゃあ試合をやってみてってなったら多分かなり崩れると思いますわ。実際試合中でもね久保田スイングの 100% のスイングっていうのはねなかなかね厳しいと思いますわ。私はね久保田スイング経由の自己流テニスでいいんじゃないですかってまあ言ってるんですけど、なかなかね皆さんに賛成してもらえず、はい、そろそろ終わるかな。
いやまあ貴重なね、2試合2セットをさせてもらいました。永井さんありがとうございました。でも全然気持ちよくないです。まあ本当ね、そのやっぱりテニスは単純にね転向できるもんじゃないし、そうですね、特に私の場合はもうね、ウエスタングリップからほぼもう根治に近いぐらいのイースタンに変えてるんで、やっぱり、まあ、間違いなくクルリンパしてますし、まあまあ頑張りますわ。どうですか。いやーやっぱりフォアはやっぱり試合になると、うん、あの練習の時みたいにいかないですよね、うん、どうしてもこう送っちゃうスイングになってて、自分でも分かりますよね、窮屈になっちゃうんですよね。窮屈になっちゃうんですよね。いい時はちゃんとこう、うん、あいいところで打てるんですけど、ね、その回数がやっぱり極端に減るっていうか、そうなんです、打点なんでしょうね、打点ですね、打点に合わせる足とか、バックハンドもやっぱり途中から足が追いつかなくて、うん、あのどうしてもこう、うん、老けちゃうっていう、はいはい、やっぱりこう足なんですよね。入り方なんですよね、きっとね。はい、頑張りましょう。また。ありがとうございました。いやWe'll be right back.